建設チーム。ベビーアンバー目を閉じてね。さあ、ベビージェレミー、かくれんぼだよ。3、2、1、スタート。ベビーアンバー、目を開けてもいいよ。ベビージェレミーはどこかな？よく見つけたね、ベビーアンバー。あっという間だったね。どうしたの？もう隠れる場所がないの？見て、建設チームだよ。今日は何をしてるの？ベビーたちが何か頼み事があるか聞きに来てくれたの？ベビーたち、建設チームにお願いがあるかな？チャーリーに何を作ってほしいか言ってごらん。隠れて遊ぶ場所が欲しいの？どう思う？建設チームが大きな迷路を建ててくれるって。まずは何から始めるの？迷路の壁を作るのに板が必要なの？よし、チャーリー手伝ってくれる？素晴らしいチームワークだね。次はどうするの？いろんなサイズに切るの？よし、ノコギリがいるかな？上手だね、エドガー。次はどうするの？エドガーが板を切ってる間に壁を立てるの？いいアイデアだね。チャーリー、次はどうするの？壁がもっと必要なの？そうだね。ねえ、イーさん、壁を立てるのを手伝ってくれる？エドガー？エドガー、エドガーどうしたの？バラバラだよ。そうだね、エドガー、頑張ってね。
みんなその調子。最高に楽しい迷路を作ろうね。もうすぐ完成だよ。最後の資材だよ。すごい、できた。ベビーたち、迷路を見においで。早速遊んでみる？ベビーアンバー、君の番だよ。3、2、1、スタート。目を開けてね、ベビージェレミー。みんなお疲れ様。これでベビーたちは一日中かくれんぼして遊んでられるよ。タイラー、こんにちは。調子はどう？わかったよ。チャーリー、イーサン、エドガー、タイラーからお願いがあるんだって。どんなプロジェクトか聞いてくれる？よかった。タイラー、どんなお願いなの？ああ、遊び場に新しいボールピットが欲しいんだね。チームが作ってくれるよ、タイラー。でも、もう決して誰にも意地悪しないって約束できる？よし、行こう。これは難しいプロジェクトになりそうだよ。チームで精一杯協力しないとね。ステップだよ。ステップ1、スライドの入り口に四角い穴を掘る。ステップ2、穴の内側に壁を作る。ステップ3、穴をボールで埋める。さあ、エドガ、まず穴を掘れるかな？その調子だよ、エドガー。さあ、エドガーとイーサン、土をどけてくれる？素晴らしいチームワークだね、みんな。綺麗にできたよ。次はピットの壁を作ろう。建築資材を見て。プロジェクトに必要なのはどれかな？ロープはこのプロジェクトには必要なさそうだよ、イーサン。他に使えそうなのある？セメントは乾くまでに時間がかかりすぎるね、チャーリー。そうだね、エドガー。プラスチックブロックがぴったりだね。このヘムラインなら、ピットからの出入りがしやすいはず。いいアイデアだね。エドガー、ボールピットを支えるために、穴の周りにプラスチックブロックを置いてくれる？
よし、チャーリー、その調子。見て、エドガー。素晴らしいチームワークだね。出来栄えも素晴らしいよ。すごいよ、ボールピットができた。あとはボールを入れるだけだね。おーっと、みんなボールのこと忘れてたね。ヘリコプターのヘクターを呼ぼう。きっとボールを持ってきてくれるよ。ヘクター、建設チームにカラフルなボールを持ってきてくれるかな。あー、よかった、ありがとうヘクター。ヘクター、完成させるにはそのボールが必要なんだ。ピットに入れてくれるかな。おーっと、急いで、こぼれたボールをピットに戻して。エドガー、チャーリー、イーサンも手伝ってくれる。ふう、ありがとうみんな。見て、ボールピットの完成だよ。タイラー見て、新しいボールピットはどう？もう誰にも意地悪しないって約束覚えててね、タイラー。みんなのおかげでボールピットは完成したし、タイラーの友達と仲良くできるよ。ありがとう、チームで協力すると何でもできるね。ヘクターもありがとう、みんなまたね。いやあみんな、今日も頑張ってるみたいだね。いやあリリー、今日はみんなにやってほしいプロジェクトはあるかな。ああ、なるほど。チャーリー、イーサン、エドガー、リリーが手伝ってほしいんだって。手伝えるかい？じゃあリリー、見せてもらおうか。なるほど、公演のための新しい滑り台か。じゃあ行こうみんな。これは難しそうだね。みんなで協力して頑張らなくちゃ。その1、最初に土台を作る。その2、土台に滑り台をくっつける。その3、入り口を逆の方向につける。これが材料みたいだね。木よりも何か頑丈な素材があった方がいいだろうな。この金属ポールがあれば土台は安定するね。そしてこのゲートがあれば車が落ちることもないだろう。そうだね、チャーリー。ここが滑り台の滑るところだ。このネジで全てつなぎ止めるんだね、イーサン。その通り。そうだね、エドガー。土台についても忘れちゃダメだね。これが上り坂だね。これがあれば滑り台に上がれるね。よし、みんな取り掛かろう。これを地面の中に埋め込まなきゃね。多分イースさんならできるんじゃないかな。難しそうだけど君たちならできるさ。
エドガー、土台をネジ止めしなきゃ。よくできた。そしたら滑り台の滑る部分をつけなきゃ。そうだね、チャーリー。これを支えるものがないとダメだね。 A さん、エドガー、何かこれを支えるのにいいものはないかな。いいぞ、みんな。そうだね、入り口の方にもあれば完璧だ。あとはもう片方のやつもつけるだけだね。Eさん、上り坂を持ってこれるかな。チャーリーがくっつけるから。いいチームワークだ。これで滑り台の完成だ。リリー、新しい滑り台ができたよ。お疲れ、みんな。これで終わりだよ。みんなの助けがあったからこそだね。じゃあまたね。レッカー車のトム。こんにちは、ビリー。今日は何をしているの？見たところ、このレンガの山で家を建てるんだね。その調子だね。もう一仕事で終わるよ。頑張れ。あれ、どうしたの、ビリー。大丈夫？ああ、助けが必要だね。今、助けを呼ぶからね。トムが直してくれるよ。トム、忙しいかい？何もかもきれいに整頓しておきたいんだね。トム、聞いて。ブルドーザーのビリーが困ってるんだ。助けに来てくれる？さすが君だよ、トム。ありがとう。さあ、ビリーのところへ行こう。トム、まっすぐ行ってね。トム、あそこでウィリーが待ってるよ。ウィリー、見て。トムが来てくれたから安心して。もう大丈夫。よし、ガレージへ行こう。ガレージだよ。ビリー、覚悟はできてる？トムも？ブレードを動かしてみよう。やっぱりか、壊れちゃってるね。どうしたらいいかな？
トム、何か気がついた？そういうことか。ビリーのブレードとブレードリフトシリンダーのスクリューが緩んでるから締め直さなきゃ。それで締めれるかな？よし。ビリー、準備はいい？スクリューをしっかり締めようね。トム、いい感じだよ。ウィリーは仕事に戻れるね。何か気になるの、トム？ああ、見て。排気管が古くなって交換しないといけないね。それが合いそうかな、トム。違う？こっちはどうかな？よーし。ビリーの排気管を新しくしよう。ビリー、嬉しいね。あれ、どうしたの、トム？そうか。横側のペンキが剥がれちゃってるんだね。塗り直せる？トム、かっこいいマスクだね。ペンキのスプレーを持って。ビリーにはどの色が似合うかな？その赤は？違う？オレンジ？いい色だね、トム。わーお、トム、すごいじゃないか。ビリーはすっかり見違えちゃったよ。バイ、ビリー。トムのペイントショップ。トム、おはよう。今日もペイントの準備はいい？キットカーのケイティだよ。ケイティ楽しみだね。どんなキャラクターに変身したいの？当ててみてって。ヒントはある？それじゃあ、いつも旅行してる人かな？リュックショって？猿のお友達がいる？エクスプローラのドラだ。トムはもう準備ができてるよ。まずは目を保護しようね。それはドラの肌色の部分かな。
上手だね、トム。オレンジ色のペイント？ドラのショートパンツだね。ピンク？ピカピカになるね、トム。黄色はドラの靴下だね。次はどうするの、トム？ドラのリュックだ。ドラはいつも持ち歩いてるもんね。すごい。カツラだ。ケイティ、まるでエクスプローラーのドラみたいだよ。さすがだね、トム。お客さんがいるみたいだよ、トム。ベビーたち、ここで何してるの？エクスプローラーのドラを見に来たの？トム、見せてあげて。ベビーたちが仕事ぶりを見たいって。ベビーたち、ドラに挨拶しようね。どうもありがとう。また今度ね。